どうもえ、人造人間19号くんです。えー、先日ね、生配信で、えー、アムロちゃんのお好きな曲、ベスト30をお送りしたのですが、あまりに僕がね、歌えてなくて、不甲斐ない結果に終わってしまったんで、今日はリベンジということで、歌詞カードを見ながらお送りしたいと思います。えー、ベスト30だとね、ちょっと多すぎるんで、今日は、あの、特別版として、ベスト10からナンバーワンまで、 え、カウントダウン形式でお送りします。よろしくお願いします。はい。えー、では、第10位。10位は、do me more. あ、do, try, come on. トゥたゥトゥトゥト甘い香り誘われてきたあの、 パンクズ探して迷っていたの。先から気にしてるよ、ワンナの。What's in the box?Leach one, あっちいっぱい。Shiner Boy でいたい空手。I you. 本当は星って顔に変えてある。消したシアト、キーワード、イミッションをな、オーナードは外。But I'll be there. You know, have to worry no more.Shirt, ready, are we? f l y i 何したいキスティパインダーチャーワーオフが一切見しめる肌に刃う小指が導く先には 目を閉じても消えないファンタジー夢現実さ解明なんて曖昧にベストライフがこの世界では案内に怪しくてほらきらめくア love y 迷子のフリして you love me more 何度でも p l e a s e t h a t you love me more お菓子の城で You wanna give me more more, more, do me more.tis deep and feel me more.it's deep and sweet and do me more.it's deep and sweet and do me more.it's deep and sweet and do me more. いけるね。歌詞カードを見ると歌えるね。<laughs> よかった。はい、えー、続きまして、第9位、ストレンジャー。参ります。 英語が多いんですよこの曲ほとんど英語だね トゥ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 、そんな湯がで、ダスト、ダスト、プー、うゥ、うゥ、せっそうのないスタートのまま、オーブライトやダスト、ダダダ、ダダダスト、ユー、うゥ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 、ディスよな、ね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 、レッツゴー !I got you, ma, チュワー、あ、ま、ベイベイ。めまいするほどファイン、誰にも渡せない、I got you, ah。 ペンダ I got you anything c from. 結局歌詞を見ても歌えないな。もう一回サビだけいくか。どれがサビだか分かんないな。<laughs> I got you, ペンダー、I got you any you k n かならめまいするほどファイン誰にも渡せない I got you up and、down. I got you anytime you come a r o u n 結局歌えない <laughs> 結局歌えませんでした続いて第8位、えー、第8位は f a t t e r feeling f a t t e r feeling なんですけどこの f a t t e r feeling の歌詞は本当によくできてます聴いてください I l o v e t o dance yeah Everybody call me dancing q u e e n 人影のないオフィスが真夜中。ビルディングの窓ガラスミラーにして、oh, 倒れてしまうまで。日が昇り始めるまで。ステピネ I c a n t e t o p it Foo! 体中を波打つビート。Poppy my body.I c a n t poppy my body.Foo! 液災しすぎてオーバーヒート。ううううう ファダ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 フィーリングフィーリング気分がハニーなファダフィーリングフィーリングという曲なんですけどあの当時あのビダルサスンとアムロちゃんがコラボしててビダルサスンの CM とそのアムロちゃんのファダフィーリングのミュージックビデオが まあ、半分ぐらい同じ映像を使ってる感じなんですけど、すごくかっこいいんですよ。80年代っていうテーマなんだけど、アムロちゃんがですね、ダンサーを従えて踊ってるわ。なんか、数百万しそうなソファーに座って髪をバッサーやるわ。あと、ロボットダンスをしてる全身黒ずくめのロボット、 ドたちがですね素晴らしいダンスを披露したりですね。なんだかこう華やかすぎるだろうっていう。アメリカ映画のすごくこう華やかな夜のシーンを切り取ったような映像美になっていて、本当に大好きで、本当に楽しいです、見てると。おすすめです。本当にこう、お金もかかってるし、ギラギラしてて、でもただ派手なだけじゃなく、やっぱりセンスも良くて、 めちゃくちゃハイ、はい、クオリティですね。おすすめです。はい、えー。続いて第7位。第7位はロックステディです。ロックステディもオービュアルサスの CM ソングとなっておりました。このロックステディのテーマは70年代で、このミュージックビデオの中でですね、えー、アムロちゃんがね、一人の女の子として登場して、どんどんシンデレラストーリーのようにね、 ラジオチャートで1位になって、テレビに出て、ビルボードで1位になって、みたいな、すごいサクセスストーリーをですね、えー、短い時間で5分ぐらいの世界で描いていて、本当に見てて気持ちいい一作となっております。さっきご紹介した第8位の、ファッターフィーリングとは違ってね、昼間の感じですね。どっちかっていうと、ロックステディの方は乾いた空気感って感じですね。真っ青な、 あの、衣装を着たアムロちゃんがですね、本当にこう、キレッキレのダンスを披露していて気持ち爽やかです。爽やかっこいいね。参ります。のまだまれせい、しっかりして荷物をまとめて街を抜け出す。We gotta show in, they can do in, do we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 ,、uh huh. 離れられるはずがない、ってこと分かってもらうにはこれしかない。I'm sorry, m a m a 行くあってもない。頼る人もいない。余計に燃える。ベイビー以外は何もない。二度と戻らない。覚悟をして。すべてを捨てて。a s k a r e d of you, okay? 愛のために、えい。うー、らら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 。はー、あ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 ー <'s>、あー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 、ああ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  ハニー、アユーレディーオンロックステディベイベー、離れないのまで、カムラロックステディうまさかさまに落ちてく二人、これじゃまるでバージージャンプノリノリでしょ <laughs> めちゃくちゃかっこいい、しびれるね。続いて第6位。第6位はダブルーの共作ですね。ブラックダイヤモンド。 ブラックダイヤモンドについては僕はあんまり詳しくなかったんです、当時。で、あの、ライブに行って、初めて聞いて、なんだこのかっこいい曲はって思ったのが、あの、初見でした。本当にビビビとこう、電気が走りましたね。めっちゃかっこよかった。このダブル姉さんが書く曲は本当に R&B 色が強いというか、大人な世界観なんですよね。 本当にアムロちゃんの世界とこうマッチしてるしアムロちゃんのダンスの表現がよりこの曲の良さを引き立ててる感じがしました多めのダンサーを引き連れて同じダンスをするんだけどその感じはジャネット・ジャクソンのリズミネーションに近いものがありますねでは参ります深夜1時眠り知らない街ネオン伺う愛咲き名たちが Nuki ashi sashi ashi Nerau wa only one Black diamond Oh Are ga hoshii no Da ga da 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 Black diamond is mine Da ga da Come on You miss my sky Black diamond It's hard to find one Search for me We, we're gonna fight for it. I know who we are.I'll be. be the winner, so I get r o c k d i a m o n d Wow! という、えー、激しい曲になっております。ディスコチューンっていうのかなディスコチューンかもね。えー、続いて第5位。 第5位はファストカーです。跪いても、奪ってでも、手に入れないと気が済まない。ボイヤー,スはスローフライ、止められない。 まるでファイヤーみたいなデザイアスピーディなボーイ誰にも乗らせない You're a fast car 手に負えないけどスピーディなスピーディなスピーディな Give night Time me the key around Let me drive you down the last street 息もできぬほどにはい。歌詞カードを見ると好調だね <laughs>。順調に進行できております。そして第4位 第4位は、ハイドシークです。名版と言われている、もしかしたらアムロちゃんのアルバムの中でこのアルバムが一番好きっていう人も多いんじゃないかな、えー。プレイの一番最初に入っている一曲目で、かつこのプレイの世界観を凝縮したような見事な一曲となっております。ハイドシーク。今度の放なさいらそ好きなイボと攻めてく方向。 抑えきれない衝動灰外でのこんな蜜をもっといけない遊びしたら後に戻れない距離 Yureteru furu agaru ondo chikokeru kodo you are feeling. you my never, never never your price oh hit the floor the bass bass ashimotta bass bass it starts to bam bam by your hair oh kizuke bab yamitsuki bass bass it starts to bam bam by your hair. hey you want to catch me hide as you want to touch me hide asni kanari crazy hide as is レカクレンボお送りしましたのは第4位ハイダンシークでした超かっこよかったんだよねあのボンテージを身にまとってるアムロちゃんが あの、スタイル抜群で、めちゃくちゃかっこよかった。猛獣使いみたいな服装でね、あのー、ミュージックビデオをやってるんだけど、すごくかっこよかったですね。もしかしたら、ハイドシークで、ハイドシークを聞いて、アムロちゃんのファンになった若い子とかもいるんじゃないかな、もしかしたら。うん。続いて、第3位。え、第3位は、 can't sleep, can't eat, I'm sick です。can't sleep, can't eat, I sleep in g h e sea of me all the time. 寝ても覚めても、沸騰した瞬間ですら、蘇るあのメッシ You still alive and ン、揺すれば、夜見 e 夜見見る e 何回もトランスして、わざと大げさに、ふぅふぅ、ふぅふぅ、ふぅ、ほぅって曲です。この曲はね、あの歌詞カード見,見なくても歌いんですよ。当時ね、 当時めちゃくちゃ、めちゃくちゃめちゃくちゃ練習したんで、さすがに忘れず覚えてました。はい。このキャントスリープ、Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick はですね、テイスト的にはアメリカナイズっていうか、アメリカの、ハイスクールもののドラマみたいなのあるじゃないですか。ああいう世界観のミュージックビデオになってますね。アメリカンハイスクールの制服を着たミニスカートのアムロちゃんが、 出てくるんですけど当時もう30歳ぐらいだったような気がするんだけど全く違和感がなくてもう格の違いを見せつけてましたね誰もそれについて突っ込まなかったですよね味噌時間が全くなくて本当に感心して見てましたはい衣装についてはそのアメリカンスクールみたいなそのミニスカードの制服と あともう一個はベレー帽みたいなのを被って、白い T シャツ、あとジーパンで長いブーツを履いて、それはまるでジャネット・ジャクソンみたいな風貌で歌ってるダンスシーンがあるんですけども、本当にそれもかっこよかったですね。あ,あっぱれって感じ。うん、当時2007年ぐらいだったと思うんだけど、僕はその、Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick と、あとプレイのそのハイドアンドシークで、 本当にこう胸ぐらをつかまれたというか本当にこう安室ちゃんってすごいなっていうふうに感心してめちゃくちゃファンになりました前も言ったんですけど僕中学校の頃に TRF のめちゃくちゃファンになって TRF チガイみたいな感じでめちゃくちゃファンになったんだけど本当にその2007年のアムロちゃんにもめちゃくちゃファンになってあのー、アムロちゃんのおかげでずっと毎日楽しいようなテンション高めな日々を過ごせましたねうんハイクオリティな音楽ミュージックビデオそれを聞いて見て毎日楽しく過ごして だなと、過ごさせてもらったなというふうに、えー、今も感謝してます。アムロちゃんありがとううん。アムロちゃん、ありがとうう <laughs> せちゃったよ。はい、えー。続いて、第3位、えー。第3位は、あ、違うな。えー、続いて、第2位、えー。第2位は、 respect the power of love です。純粋な憧れと子供のような無邪気さと。この頃でも変わらないあなたを救いたい気持ち。誰でももし人が人でありたいなら。ああ、リスペ c ト。ちゃ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 。for all respect. チャチャチャリスペクト c ーア a ブ o 誰かに伝えたい。伝えなきゃ、守れない。愛を守るため。嘘はつけない。隠せない。 どこかに隠れて、四角い空、眺めてたわ。だけど、昨日も、リスペクトパワーラブ。それでよかった。リスペクト、リスペクト、リスペクト、リスペクトサパーラブ。 はい。お送りしましたのは第2位、r e s p e c t OF THE POWER OF LOVE でした、えー。この曲はですね、僕が18歳の時の曲で、大学受験に失敗しまして <laughs>、予備校生を1年間やってたんだけど、河合塾に通ってたんだけど、その時にたくさん聴いてですね、えー、たくさん励まされた一曲となっております。そして、えー、あ、そうそう、もう一個話したいかな。このリスペクト The Power of Love はですね、あの、紅白歌合戦でも、この、アムロちゃんが曲を披露した一曲となっておりまして、その時の演出もめちゃくちゃかっこよくてね、海の向こうのゴスペル隊がですね、40人ぐらい駆けつけてくれて、アムロちゃんの後ろでね、あのー、コーラスしてくれるんですよ。で、アムロちゃんを取り囲むような感じで、あの、後ろで、 リスペクト・ザ・パワー・ブラブのコーラスをしながらね、アムロちゃんはそのステージの真ん中を踊るわけでもなく、こう行ったり来たり、ゆっくり歩ってね、このリスペクト・ザ・パワー・ブラブの音楽に合わせて、すごくこうかっこいい。なんか、ただ歩ってるだけなんだけど、左右に歩くって、左右に歩くんですよ。普通の人がやったらこれかっこ悪いでしょっていうことも、アムロちゃんがやると本当に何でも様になってかっこいいんで、 あのー、もし見れる安室ちゃんのリス,リスペクトザパワー e ラブの紅白歌合戦の動画をね、えー、見る機会があったら是非見てくださいで感想をいただけたら嬉しいです、はいえー、第1位第1位はハートビアガール e です1997年、えー、夏の名曲となっております、えー、このねハートビアガールなんですけど なんといってもミュージックビデオなんですよね。ご存知の方もいると思うんですけど、アムロちゃんが地下鉄を駆け、えー、降りていくんですよね。そこから始まって、イントロからまずかっこいい。こんなイントロ今までなかったよな、みたいな感じですよね。ルル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 ルっていう謎の音から始まってですね、えー、次にドラムが始まるんですよ。

続いててですね、1分ぐらいしてからやっとですね、えー、小室さんのあの、<laughs> あの気持ち悪いコーラスが始まるんですよ。わー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 、わーわーわー,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 わーってなって、えー、とうとうアムロちゃんの登場という。で、地下鉄のその中でどんどんこう歩って進んでって、最後に踊って終わるという <laughs>。 なか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 斬新なミュージックビデオになってるんで、本当にドギュモを抜かれたというか。で、ダンスが始まると同時にですね、それまでいなかったはずの女性二人、バックダンサーがね、<laughs> いつの間にかいてですね、アムロちゃんの両脇に。で、三人で踊るという、まか不思議なストーリーになっております。あのミュージックビデオは、あの、知る人ぞ知るでなかなか人気なんですよね。 I don't know how to laugh. I don't know how to kiss. I don't know how to play. I don't know how to be a girl. I don't know how to grow up. I don't know. I'm in the dark. I don't know. I don't care. I don't know. I don't know. 昨夜の夜何が起きたのかさえ 思い出せないどうでもいいようになってきた頃眠る前に枕に顔をうずめる前に電話して愛して欲しい気が向いた時じゃなくていつも毎日キスして 素直になりたい、素顔になりたいっていうことは素直になりたい、素顔になりたいっていうことはというね少しマニアックなすごく癖になる安室ちゃんの好きな曲第1位 ハートビアガールをお送りしました。しかもこのハートビアガールはですね、アムロちゃんの最大ヒット曲、個性に残るであろう、あの名曲、Can You Celebrate の次に出したシングルで、<laughs> あ、なんて言ったらいいのかな、小室さんそこまでしなくてもみたいな、そこまでチャレンジしなくてもいいんじゃないみたいな風に、当時は少し思いました。 多分このハートビア t ー b じゃなくてもうちょっと無難な曲を出せば Can you celebrate のダブルミリオンに続いてねその曲もまあ普通にミリオン取れたかなっていうふうには思うんだけど突然このハートビア t ー b パンチの効きすぎた曲を出したから割と敬遠されたかもしれないね割とちょっと違うかなって思って えー、購入を、あ躊躇したアムロちゃんファンももしかしたらいるかもしれませんね。チャレンジャー、小室哲也さんって感じですよね。小室さんって、あの、よく楽曲が似てるっていうことを言われたりするんだけども、実はそんなことなくて、いろんなメロディ、いろんなジャンルに、あの、チャレンジする人なんですよ。で、 同じような曲は基本出さないんですよ。逆に。なので、ボイミツガールか、あの、t r s でいうところのサバイバルダンスボーイミッツガール、クレイジーゴナクレイジー、マスカレードオーバーナイトセンセーションに代表されるようにですね、だいぶ違う曲を毎回、あの、用意しますね。毎回違う世界観を提供するし、小室さん自体が、あの、飽き性なんですよ。同じような曲は、 あまりこう、売ろう売ろうとしてないというか、もちろん、売れないよりは売れた方がいいんだろうけど、そこを一番に考えてないなーっていうふうに、当時から小室さん、安室ちゃんファンとしては、えー、思ってましたね。うん。それはいいことだと思ってました。やっぱりこう 音楽が好きで小室さんの音楽を楽しみにしてるあのファンがね毎回こうおおこう来たかみたいなワクワクさせてもらった方がやっぱ嬉しいじゃないですか本当に小室さんには楽しませてもらったし安室ちゃんには本当にあのー、もう感謝しかないですねはい安室ちゃんのライブ僕はで,ですね 15回ぐらい行かしてもらったんだけど、本当に毎回新しい発見というか、初めて見るアモロちゃんを、ツアーごとにね、毎回拝見させていただきました。いつも思ってたんだよね。ライブから帰るときに、このライブが今までで一番良かったなっていうような、あの、感動があってですね。あのー、 本当にずっとアムロちゃんに関してはもう本当にリスペクトでしたね。リスペクト、パワーオブラブでしたね。うん。以上。えー、長くなりましたが、僕が好きなアムロちゃんベスト10完全版を今日はお送りしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。マジ感謝です。もしよろしければチャンネル登録お願いします。バイバイ。 I don't know how to yeah, go.